まったく遊撃士というのは訳がわからんな。見ての通り地震の後片付けで皆忙しくしているのだ。調査なら後にしてもらえないか。悪いけどこちらも仕事なの。片付けの邪魔はしないから調査許可をいただけないかしら。ふん、司令部からの指示がなければ断っているところだが、私は急ぎの仕事があるので地震の発生状況についてはタルバウト副長から聞きたまえ。すぐそこの部屋の奥にある倉庫で片付けをしているはずだ。了解、タルバウト副長ね。他の者の後片付けの邪魔はできるだけしないでくれたまえ。それでは私は失礼する。なんだか大変そうね。私たちも片付けの手伝いをした方がいいのかしら。まあ一応は軍事施設だから余計なことはしない方がいいわね。機密書類とかあるかもしれないし。それもそっか。それにしても被害状況が西津市の地震と違いますね。あの時はこんなに物が散乱していませんでしたけど。そのあたりの違いは確認した方がいいかもしれないね。あとは怪しい人物の目撃情報かな。例のサングラス男ね。まずは副長っていう人に詳しい事情を聞いてみましょう。同じレベルならここから飛び降りても平気かも。ええ、これでサングラス男の正体は決まったと考えてもいいでしょう。怪盗に続く第二の執行者、つまりそういうことだね。間違いないでしょうね。ここでの調査は終了よ。ギルドに戻って報告しましょう。
頼るか。ちょっとみんなと話をしてこようかな。女神様、お願いします。あの綺麗なお姉さんと、お、女神様、お願いします。あの綺麗なお姉さんとお近づきになれますように。女神様、お願いします。
あの綺麗なお姉さんとお近づきになれますように。ちょっといい？お？ああ、もしかして君たちギルドの人かい？うん、その通りよ。掲示板を見たけど、あなたがアントンさん？ああ、よろしく。オートから来たアントンさん。会って早々悪いけど、急ぎの頼みがあるんだ。簡単な仕事だと思うし、ぜひ引き受けてくれないか？うん、いいわよ。で、一体どんな依頼なの？実は、とある薬の材料を集めてきてほしいんだ。これが必要なものの一覧さ。魔獣の落とすものはとりあえずいいとして、パールグラスって確か魚の一種だったわよね。うん、おっしゃる通り、川魚さ。目的の薬を作るのにはその肝が必要らしいんだ。浮き草の多い川で釣れるそうだから、なんとかして手に入れてくれよ。なるほど、浮き草の多い川ね。よしっと、メモは完了よ。あ、メモは終わった？じゃあ、あとはよろしく。あれ、もう終わり？ちょっと待って、まだ聞くことがあるわ。え、なんでさ、説明は十分だと思うけど。あなたさっき薬を作ると言ってたけど、一体どんな薬を何のために作るのかしら？その名前と使用目的を聞かせてほしいわね。なんでそんなこと教えなきゃいけないのさ。どんな薬でも使い方によっては毒になる。悪用を未然に防ぐための当然の質問だよ。ええ、そういうこと。やましいことがないなら素直に教えてちょうだい。そっか。作ってもらう予定の薬は出汗との秘薬といってね、この薬を前もって飲んでおけば、どれだけ酒を飲んでも決して酔わなくなるそうなんだ。教区長さんから聞いた話だし、信用してくれていいと思うよ。へえ、すごい薬じゃない。どんなに飲んでも酔わなくなるなんて。むむ、興味深い話だね。何よそれ、不粋な薬もあったもんね。飲んでも酔わないなんて、それじゃ飲む意味ないじゃない。まあ、シェラネーの飲み方も正しいとは思えないけどね。けれど、どうしてそんなお薬が必要なのですか？どうしても辞退できない主演でもあるのかな。断れないっていうのとはちょっと違うんだけど、まあ、避けて通れない飲み会があるのは確かだね。うん、だから何とかしてその場をしのぎたいわけさ。その気持ち、痛いほどよくわかるよ。そこまでして守りを固めないといけないの？なんで適度に飲むってことができないのかしら。ああ、まったくだわ。シェラ君、君がそれを言うのか。まったく自覚がないんだね。依頼の理由は分かってもらえたかい？一応は納得できたわ。じゃ、材料を集めたらまたここに戻ってくるわね。ああ、それで頼むよ。それじゃあよろしくね。僕の将来がかかってるんだからさ。よくわからないけど、
とにかく頑張ってくるわ。女神様、遊撃士さんたちが無事に薬の材料を集めますように。やっほー、アントンさん、ちょっとお邪魔していい？お？いや、遊撃士さんたちか。どう？薬の材料は集まった？うん、確かめてみて。おお、全部揃ってるじゃないか。ありがとう、ありがとう、遊撃士さん。よし、早速薬を調合してもらいに行こう。え？私たちも一緒なわけ？なあ、君たちが材料を集めてくれたんだから当然さ。さあ、僕と一緒に感動の瞬間を味わおう。わかったようでわからない理屈ね。まあいいじゃない、依頼の締めくくりとして少し付き合いましょうよ。うん、断る理由もないね。よし、話は決まりだね。それじゃあ教区長さんのところまでレッツゴー。うん、お待たせしました。これでお薬は完成です。さあお持ちなさい。これが出汗との飛躍です。ごくり、これが探していた飛躍。どんなに酒を飲んでも決して酔わなくなる薬か。ええ、その通りですが、その効果はあくまで規定の用法用量を守った場。ヤッホー、ついに手に入れたぞ。これで胸を張ってアイナさんに告白できる。今アイナって言った？めそれは聞き捨てならないね。ああ、あのギルドにいる素敵な女性のことだよ。彼女は酒豪らしいけど、備えあれば憂いなし。この薬を飲んでおけば堂々と彼女を誘えるわけさ。アイナさんを誘うためにその薬を作ったわけ？大した根性だと思うけど、どっか情けないわね。しかし考えてみれば、これは千載一遇のチャンスだね。この機を逃せばアイナ君を飲み負かすことは不可能。ふっふん、
面白い計画じゃない。アイナが酔いつぶれるとこ、私も一度見てみたいわ。ああ、それなら協力してくれないかい。なんとか彼女をギルドから誘い出してほしいんだ。それでは一肌脱がせてもらおうか。待ち合わせ場所はあの居酒屋でいいかな。ええ、それがいいでしょう。飲みと聞けばアイナも出てくる気になるはずよ。ちょっと知らねえ。まあいいじゃない、これも乗りかかった船よ。依頼者の希望なんだし協力してあげましょう。とかなんとか言って、これって絶対自分が飲みたいだけよね。ああ、さすが遊撃士さん、アフターケアも万全だね。じゃあ僕は酒場で待ってるから、アイナさんのことはよろしく。ああ、では行こうか兄弟。行っちゃいましたね。やれやれ、せっかちな方だ。まだ薬の説明も済んでいないというのに。でもいいのかな。あのアイナさんがこんな誘いに乗るとはとても思えないんですけど。ふふん、見てなさいって。ま、興味があるなら酒場で待っててちょうだい。私は後からアイナを引っ張っていくから。はあ、結局気になって来てみたはいいけど、シェラ姉たちはまだ来てないみたいね。説得が失敗したのかな。ま、とりあえず座って待つとしますか。あ、でももう待つ必要はないかも。え？わざわざ悪いわね、アイナ。受付の方は大丈夫かしら。ええ、とりあえずリッチに預けてきたわ。依頼者から相談を受けるのも受付としての大事な仕事よ。すみません、お忙しいところ。いいえ、気にしないで。早速だけどお話を聞かせてもらいたいわ。では始めるとしよう。よろしくお願いするよ。本当に連れてきちゃった。相談ってことにしたみたいだね。ま、相談って言えば相談かもしれないけど、アイナさん怒ったりしないかしら。ではまず乾杯といこう。この素晴らしき出会いを祝してね。そうしましょうか。ええ、別にいいけど、あのアントンさんは大丈夫なの？相談の前にお酒なんか飲んで。大丈夫です。どんどん行きましょう。こう見えて僕も酒には強い体質なんです。あら、それは失礼。人は見かけによらないわね。それでは乾杯。始まったと思ったらもうお酒飲んでますね。でもオリビエも参加してるってことは、やっぱりあの薬を。分けてもらったんだと思うよ。出ないとあんな余裕は出ないと思うけど。待て、アイナ君ったらご冗談を。確かに。さて、早速だけど本題に入らせてもらうわよ。それでご相談というのは一体どんなことなのかしら。
うん、そのことなんだけど。あのアイナさん。はい。僕と付き合ってください。え、付き合うって、あの、そういう意味？そうです。よろしくお願いします。あなたなしではもう生きていけません。そんな、いきなりそんなこと言われても困るわ。アイナ君が困惑するのも無理はない。男女の仲とは理性では知り得ぬもの。考えて答えの出るような問題ではないからね。でも答えが出ないなんて困るよ。こんな気持ちを抱えたままで生きていけっていうのかい？安心したまえ青年。この僕に妙案があるのだよ。ここは一つ勝負で決めるとしようじゃないか。勝負？と言うと？戦いの舞台は居酒屋。あえて言うまでもなく、決闘の手段は明らかと思うが。なるほど。飲み比べということね。面白い趣向じゃない。しかしそのままやったのではさすがにアントン君がかわいそうだ。アイナ君には少しハンデをもらうよ。いいけど、どんなハンデかしら。僕もアントン君に加勢させてもらおう。つまり君は僕たち二人と勝負するというわけだ。わかったわ。受けて立ちましょう。そう来なくっちゃ。それじゃ、私は立ち会い人を務めさせてもらうわね。ただし、こっちにも条件があるわよ。どんな条件だい？勝負には、この店で一番強いお酒を使わせて。悪いけど、あまり時間をかけていられないのよ。了解です。さすがアイナ君。とりあえずこれで十分でしょう。クマだって楽に酔いつぶせる量ですよ。ありがとう、フォークナーさん。さて、ではそろそろ勝負開始といきますか。用意はいいよ。ええ、始めましょう。よし、頑張るぞ。始まったわね。あのお薬がちゃんと効くといいけど。5杯目。さすがにすきっぱらには効くな。僕も同じく5杯目を開けたところさ。2人合わせてちょうど10杯ってことね。なかなかいいペースじゃない。ええ、本当に。あまり飛ばしすぎると後で一気に酔いが回るわよ。なんのこれぐらいじゃ酔いませんよ。ああ、なんだか僕も今日は酔う気配がないよ。さあ、どんどん行こう。二人とも調子良さそうね。やっぱりこれもあの薬の効果かしら。でも、アイナさんも全然表情が変わらないね。薬も飲んでないのに。まあそこはアイナさんだしね。でも思ったよりはいい勝負になるかも。
これで20杯か。どう？あなたたちは。僕は10杯目。同じく僕も10杯目さ。ならこちらも20杯。ぴったり食らいついてるわね。まあ、驚いたわね。飲み始めからペースが落ちてないじゃない。へへん、初めに言った通りだろ。けどさすがに喉が焼けてきちゃったよ。確かになんだか火傷したようだね。アイナ君はなんともないのかい？あら、喉がどうしたの？ひょっとして風邪でも？質問をした相手が悪かったようだね。体調が悪いなら無理はしないでちょうだい。お店に迷惑をかけたくないわ。ああでは勝負を続けようか。15杯目。胃が焼けるようだよ。むむ、アントンさん。なんだい。ひょっとして具合が悪いの？なんだかぼんやりしていたようだけど。いや、もちろん大丈夫さ。アントン君、しっかりしたまえ。まだ薬の効果は消えてはいないぞ。はい。すでにアイナ君も相当な量を飲んでいる。いかな酒豪とはいえ、そろそろ限界が近いはずだよ。けど、オリビエさん、そのアイナさんの顔色に全く変化がないんですけど。むむ。二人ともどうかしたの？君も男なら細かいことは気にするな。ここから先は気力の勝負だ。さあ、愛と勇気で乗り切ろう。了解です。本当に大丈夫なの？体に異常があるなら早く降参した方がいいわよ。お気遣い感謝するが、残念ながら降参する気はないよ。そうそう、これからが本番よ。さ、勝負を続けるとしましょう。くぅ、36杯目。18杯目。同じく18杯さ。二人ともだいぶ苦しそうね。まだ続けるつもりかしら。今さら何を言うんだい。そうですよ、ここで引き下がっちゃ男の風上にも置けやし。あれ、アントンさん。アントン君。もう大変。おや、あっちゃ、オリビエまで。二人ともしっかり。オリビエ。完全に酔っ払ってるよ。薬の効果が切れちゃったのかな。まったく残念ね。今日こそアイナを酔いつぶせると思ったのに。所詮は薬なんてつけ焼き場ってことかしら。薬？実はね。これはいけない。あら、教区長さん。どうしてこちらに？
君が二人の若者と飲み比べをしていると聞いてね。少々思い当たることがあったので来てみたのだが、どうやら手遅れだったようです。うん、二人とも見事に酔いつぶれちゃったわよ。なんだか薬の効果が切れちゃったみたいで。いえ、本来であれば優に一晩は効果が持続するはず。おそらく彼らはあの薬を分け合って飲んだのでしょう。規定の容量を満たさなければ効果は期待できないというもの。うわ、なるほど、そういうことですか。皆さんも薬の服用時には必ず正し書きの注意を守るのですよ。なんとなく私にも話が見えてきたわ。おかしいと思ったのよ、急にオリビアさんが誘いに来るだなんて。これでまたトラウマが強化されちゃうかも。ともかく二人の面倒は私が責任を持ってみよう。どうやら尋常でない量を飲んだようだからね。ええ、お願いします。私はそろそろギルドに戻らないと。どうかなさいました？いや、アイナ君、君も相当酒臭いぞ。よほど飲んだようだが酔ってはいないのかね。ええ、これぐらいどうってことありません。飲んだと言ってもほんの付き合い程度ですから。え？嘘。ほんと底なしね。そうですか、それならいいでしょう。確かに酒の匂いはするが酔ってはいないようだ。では失礼しますわ。じゃシェラザード、あとはよろしく頼むわね。そうそう、お代はオリビアさんにつけといて。さすがはアイナ君、そんな抜け目のない君が大好き。さあガク、久々に楽しく飲めたわ。事情はさておき、あなたたちには感謝してるわよ。うん、それは良かったけど、オリビエのやつはあれからどうなったわけ？ええ、教区長さんに処置を施してもらって、今はギルドの2階で休んでるわ。ぐったりしてるようだけど、体に異常はないそうだから遠慮せずに連れて行きなさい。オリビアさんならもう少々ぐったりしているけど、体調面は問題ないそうだから。ではこの先も。諸君、何かご用かい？なるほど、どうやらこの天才の力を必要としているようだね。お疲れ様、無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。
Thank you.